皆さんこんにちは、アンナです。ということで今日は花嫁修行第2弾。で今日撮影だったんで結構かなりメイクが濃くて、なんかめっちゃギャルなんですけど許してください。ギャルでも毎日花嫁修行ということで毎晩毎晩お料理を頑張っています。お料理を続けること約1年上達してきました。なんとキッチンには調味料も揃って、こうキッチンらしいキッチンになってきてですね、前回動画を出した時は恥ずかしくてなんか手元とか映さなかったんですよ。で私綺麗な、まあそんな結構物が溢れててキッチンちょっと収納できてないんですよ、ちゃんとね。でまあ次引っ越す時はキッチンが広くて綺麗なキッチンにしたいなと思ってるんですけど、今のうちではできてなくてでそれをちょっと恥ずかしいなって思ってたんですけど、まあもう視聴者さんにはじゃあさらけ出してしまおうと思って手元を見てみたいですみたいな言葉もなんちゅるんちゅるほらあったのでちょっと手元を今日は映しながら料理動画を撮っていきたいと思います。で今日作るメニューはまずタイ飯を今日は和食です。最近和食を作るのにハマっていて、でタイ飯一回作ったことあるんですけどすごい美味しかったからもう一回作るタイ飯とサラダ、うちよくサラダを出すんですけど、で今日のサラダは前回その作った時はね、そのねわさびドレッシングみたいなのを使ってお料理したんですけど、サラダ作ったんですけどそれ美味しかったんですよ。ルッコラとしめ鯖と玉ねぎのスライスとガーリックチップでわさびドレッシング作ってやったんですけど、前回しめ鯖サバを炙ってやったんですけど、今回はカツオのたたきがお魚屋さん行ったらあったのでカツオのたたきにしたいと思います。そのサラダを作ってみる。もう一個メインみたいなのはレンコンのひき肉はさみ焼きを作っていこうと思います。であとお味噌汁、こんな感じで手際よく作れたらいいなって思います。それではぜひ見てください、どうぞ。まず最初にエプロン、かわいいエプロン買い替えました。色違いなんですけど前回つけてた抹茶メイク濃くですっごいギャルだね。めっちゃギャルが料理してるみたいで恥ずかしい、恥ずかしくて仕方ない。髪の毛も結びます。手でピカピカします。はい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 。料理動画って画角難しくないですか。画角絶対料理の動画ってマジで価格むずくないですかっていう感じなんですけど、お米を研いでいく。画角マジむず。お米をまず研ぎますね。全然綺麗なキッチンじゃなくて恥ずかしい。じゃん、タイ。私魚屋さん行くのが好きなんですけど、お魚屋さんで今日はマダイを、宮崎県産だって。宮崎県産入れていく。タイには塩を振ります。私はちょっとキッチンペーパーで魚のまだちょっとついてる血っていうのかな、そういうのをちょっと取りたいですね。でさ、私さコストッカーっていうの、コストコめっちゃ好きっていうかめっちゃ活用してて、コストコでずっといつもこのキッチンペーパー、あれすごい量じゃないですか、トイレットペーパーとか。キッチンペーパーをいつも買ってなかったんだけど最近買ったわけ。そしたらすっごい良くてやばい。フライパンで、危ねえ、なんで換気扇回すから、うるさいかな。フライパンで鮎を焼いていきます。鮎じゃないよね。タイをちょっと焼いていきます。お味噌汁の出汁は前回も紹介したんですけど、これで、このパックを、まあ、これ本当にいいですよ。これね、炊き込みご飯にもこう出汁パックを破って使うこともできるのね。それがすごいいい。そしたら焼いている間にこのお米に出汁パック、みりん、お酒、醤油で、あとお塩も入れますね。生姜汁も入れます。で生姜が絞れたら、はい、あ、絞れたらっていうかすりおろしてこうやって、うん、はい、生姜の絞り汁完成。これを入れます。で鯛が焼けたので鯛を炊飯器に入れていきます。こんな感じでいったら超簡単炊き込みメニュー、炊飯、いってらっしゃい。ひとまずクリアしました。なんかさ、私さ
つもさ、すっごい 毎日のように料理をしているんだけど、頑張って料理動画撮らなきゃ撮らなきゃって思うんだけど、なんか料理をしなきゃっていうのと動画を撮らなきゃっていう、その動画のことを考えると料理がままならないっていうか、なんていうの、できなくなるっていうのがもう悲しすぎて撮ってなかったんだけど、あー頑張って撮ってます。だからなんか動画が変だったらごめんなさい、ほんとごめんなさい。でも一生懸命やってるつもりです。そしたらもやしさん、この私味噌汁の具めっちゃいっぱい入れるのが好きで、でもやし白菜はこうパンパンになるんだけど安定に美味しい。で葉っぱの部分が美味しかったりするから、葉っぱの部分多めに、でえのきも入れる。そのパンパンですけど具材で、ちゃんと料理動画を撮れるキッチンに越したいし、まあ、料理動画めちゃめちゃ見てるんですけど、私確かに顔が映ってる料理動画あんま見ないかも。なんていうの、手元だけの料理動画ってすごい流行ってるじゃないですか。えのきも入れて具沢山、これで野菜が柔らかくなるまで待ちます。はい、そしたら先サラダ作っちゃおうかな。で冷蔵庫で冷やしておこうかな。はい、今回はルッコラを使ったサラダと、本当は新玉ねぎがいいんですけど、時期的に新玉ねぎが売ってないから、お水にさらします。玉ねぎさんを、なんかいつも多分黙々と料理をするのが好きなんですよ。だからなんか動画撮りながらこう喋んなきゃいけないと思いながら、ほんとむずい。なんでみんなの上手に価格取れてるんですか、悲しいです。でスライサーで玉ねぎをさっさっさってやって水にさらします。最近思うのよね、やっぱさ、お嫁さんになるってさ幸せよね。じゃあドレッシング作っていきます。ささみドレッシング、あーこれオリーブオイル、はい、じゃんオリーブオイルです。これコストコでなんかめっちゃでかく、これねめっちゃでかくコストコでね売ってるの。このオリーブオイル超使いやすいので、使いやすいっていうか普通にすごいたくさん量入ってるし、大さじ1杯分入ってるからめっちゃ使いやすいし美味しい。そしたら今日はお魚屋さんでわさびを買ったの。なんか美味しそうじゃない。で普通はそんな入れないんですけど、小さじ1ぐらいとかなんですけど、私わさびめっちゃ好きだからちょっと多めに入れちゃう。簡単っす。なんか背中向けててごめんなさい。胡椒を少々、これでこの胡椒使ってから胡椒の香りがめっちゃ良くて、胡椒の香り大事よね。聞いてください、なんかカメラの温度が高くなっちゃって、カメラさんがちょっともう私今撮影できませんってなって、ちょっとカメラさんにお休みしていただいたんですけど、お休みしていただいて今復帰していただいたんですけど、その間にじゃん、とりあえずサラダ、お野菜、玉ねぎとルッコラとドレッシング、作ったドレッシングを混ぜてサラダをとりあえず完成、冷蔵庫に保管します。そしたらさっき溶いてなかったお味噌汁のお味噌を、お味噌しまーす。うちが使っているお味噌はこちらです。このお味噌めっちゃ美味しい、国産、何、日本国産、これめっちゃ美味しい。お味噌なんか私結構いろんなお味噌を買い替えるんですけど、このお味噌はリピートして買っちゃいました。本当に美味しい。うん、いいんでないでしょうか。そしたらどっこいしょ、ハサミ、レンコンのハサミ揚げを作っていこうと思います。まずレンコンのハサミ揚げに必要なのは、そりゃそう、レンコン、この豚ひき肉、ネギ必要ですね。さあさあやっていこう。あと生姜も必要だ。レンコン水に浸します。レンコン水に浸します。レンコン水に浸します。キッチンが狭いです。キッチンガチ狭いんだが、なんだっけ、タガログ語ってダガーってダガーってなんかあるね、蚊のことダガーって言うんだけど忘れちゃった。皮さんをムキムキピーラーさんにしていきます。なんでさ小学生の頃とかってささん付けするんだろうね、なんでもかんでも。超可愛くない？大人になってからもしたいよね。なんかさ全てにさ下からな感じない、レンコンさんとかさ感謝してるやん、レンコンさんに。大人になってもそれは変わらずに行こうぜって思っちゃう。
なんかさ、一人で動画撮るってなったらさ、なんかそういうなんか私そういうなんか動画しか撮れないのか、喋るか、なんか一人での動画はさガチダサくて、いや撮れ高くださいみたいなとこあるよね。料理とかさつまんないじゃんね、見てても。前回の花嫁修行動画もさ、私手元映ってなかったからさ反省点めっちゃあるんだけど、まあ別にいい動画だよなとは自分で勝手に思うんだが、再生回数が回らないというね、需要がないんです。でも私は諦めない。諦めろって思ったそこのあなた、私は根強い。それではレンコンを薄くスライスっていうか切っていきます。やばい、動画撮るの忘れて、撮ってたの忘れて、今しゃべるのめっちゃ今やめてたっていうか、シンプルにしゃべってなかったわ。よく動画とかにアンエリの動画に出てきてたカンナっていうお友達が、私たちのね友達のカンナって子がね、ベイビーが生まれたんですよ。でマジでその子が可愛すぎて、ガチで可愛すぎて、私ほんとね友達の子とか親戚の子とかめっちゃ可愛いって思ってたけど、その自分がママになる準備とかも別にできてないし、なんか現実味がなさすぎて、自分がこうママになりたいってあんまりこう思えなかったっていうか、なんて言うんだろう、現実的じゃなかったから、ママになりたいとは思ってたけど、そうなんて言うんだろう、すごい難しい気持ちだったわけ。でもカンナの子供に出会ってからすっごい子供が可愛くて、もう私もやっぱり子供って可愛いなってなっちゃって、本当にやばい。今そんなこと言いながら生姜をみじん切りしてます。ネギのみじん切りと生姜のみじん切りを入れていきます。そしたら醤油、砂糖、片栗粉、あと卵がいるらしいです。とりあえずこれを入れていきます。料理中ケンタロウとカンカンはとってもおとなしいです。種完成。なんかすごいやっぱいい暮らししたいし、こうやって料理もすごいするようになって、やっぱいいキッチン住みたいなって思うしさ、これとかもすごいさ、ここにさスペースないからさ、ここは食器置くところじゃないんだけど、こうやってさなんかやってんのさ、すごいさなんか悲しいじゃん普通に。だからなんか広いキッチンにマジで住めるように仕事頑張りたいなって本当いい暮らしをするために仕事を頑張りたいなってすごい思いますよね。そんなことを言っていたら鯛めしが出来上がりました。オープン。うわー美味しそう。めっちゃいい匂い。これをほぐして食べたいと思います。はい、じゃあそしたらレンコンの挟み揚げを焼いていく。うちは油、サラダ油じゃなくて米油を使っている。間違えた。調味料を作っていく。お酒、醤油、砂糖、マジ画角むずいな。フライパン温めて、油ひいて、ボラレンコンの挟み揚げを焼いていく。こんな感じ。そしたら蓋をして蒸し焼きにします。中に火が通りますように。こんな感じで焼いていく。ということで今ハサミ揚げを最後焼いて蒸してるんですけど、中までその間に洗い物をちょっとやって、今ちょっと待ちなんですけど、まあ、動画の今確認してたんですけど、この撮ったやつのなんか画角やばいね。反省。黙って動画撮ってたんだけど、そしたら手際もよくうまくいくのに、なんかもう動画とか画角のこと考えてたらもう全然うまくいかなかった。
もうちょっとちゃんとしないと、ちゃんと磨かないと動画にしてるのに。なんかもう三脚がいけない気がするんだけど。三脚のせいにするんでしょ。でもちゃんと料理動画撮りたい、本当に。悔しい。超いい。美味しいメニューで美味しいご飯なのになんか全然ちゃんと撮れてない気がする。なんか全然ダメ。もう撮ってる時から反省。本当に嫌だ。YouTube って大変ね。でも諦めたらいけないね。頑張ります。じゃあそろそろタレを絡めていこうかな。見てください、第1弾はもう完成したんです。これをフライパンに移して焼きます。なんかさ、超さ、後ろかばっかり見せててさ、全然見えてないんだけど顔みたいな。びっくりした。 YouTuber として失格だよね。そりゃそう。なんかさ、ほんとちゃんとして。さ、今回私が買ったレンコンさ、結構大きかったわ。から半分に切ろうかな。レンコンのハサミ揚げめっちゃ美味しそう。初めて作ってみたけど、なんかいい感じな気がする。美味しそう。美味しくなりますように。レンコンいい感じにできたので、調味料をここで味付けします。悩み修行していますよっていうのを皆さんに伝えていますから。この画角が悪いんですけど、ちょっと本当にリベンジするんで、今度ちょっとちゃんと頑張りますね。ちょっと本当、アーナちゃんしっかりして。それでは盛り付けしていきたいと思います。全部品が出来上がったので盛り付けしていこうと思います。やっぱ料理動画撮んの下手だな普通に。じゃーん、完成しました。これがレンコンのハサミ揚げと、カツオのたたきサラダ、わさびドレッシングサラダ、お味噌汁、鯛めしがちょっと美味しそうですね。はい。これは漬物です。こんな感じで、今日の夜ご飯完成しました。はい。それではいただきたいと思います。せーの、いただきます。はい、ということで、どうでしたでしょうか。私はとっても頑張ったつもりなんですけれども、まあ、料理自体は頑張った。当たり前なんだけど、料理自体は頑張ったんですけど、なんか、動画の撮り方が本当に難しくて、多分画角とかが全然ちゃんとできてないと思うので、見にくかったりしたと思うんですけど。もっと簡単に上手に撮れると思ったけどダメだった。ごめんなさい。でも、これから料理動画は、てか料理はすごい毎日やっぱり継続してやっていきたいなと思っているので、もっとちゃんと料理動画が撮れるように頑張ろうと思うので、ぜひ皆さん見てください。ありがとうございました。バイバーイ。